だよね。ダンスも踊るんだっけ。ザンさんちゃんと踊れるの？ふふーちゃんと練習したんだから。銀次郎さんに教えてもらったんだ。銀次郎さんって誰？ダンスがすっごく上手なお兄さんだよ。お友達と銀次郎さんと一緒に踊った動画もあるから、僕がちゃんと踊れたかみんな見に来てね。これはチェックチェックですな。あ、見て見て、みんなエプロンつけてる。一人前のパティシエさんだね。かっこいい。あ、お皿運んでるトーバーさんかな。お手伝いできて偉い。うん、待てよ、エプロンとお皿、これはもしやおやつの時間だ。パンケーキにデコレーションしてカエルさんにするんだね。食べるのはちゃんと手を洗ってから。バーキンがお口に入っちゃうでしょ。そうでした、そうでした。お友達も綺麗に洗えてるね。ゴシ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 、綺麗になり、手が綺麗になったら早速作ろう。みんなも綺麗に洗えるかな。できる子はグッドボタン。まずは生クリームでおめめを作るんだって。上手に絞れるかな。うまい。先生のお手本そっくりに作れてるね。そしたらブルーベリーをさっきの生クリームの上に置いて、カエルさんっぽくなってきた。最後にチョコペンでお花をちょん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 できるかな。わあ、上手。これはパティシエになれますな。こっちのお友達もカエルさん作れたね。みんな上手だね。僕たちも今度作ってみようよ。いいね。カエルさんパンケーキ何個食べられるか勝負だ。食いしん坊のくもりには勝てないよ。諦めたら試合終了ですぞ。何それ。あ、見て見て、みんな作り終わったみたい。ほんとだ、カエルさんがいっぱい。早速食べるみたい。いただきます。うん、みんな美味しそうに食べてる。わあ、大きい一口。きっとすんごく楽しみだったんだね。美味しい。いいないいな。お味もグー。もう我慢できない。僕にも一口ちょうだい。ってもうなくなっちゃった。きっとすっごく美味しかったんだね。こうなったらおかわりよって、こっちも大人気。おお、くもりんったら諦めなよ。おかわりも食べて大満足だね。うん、みんなお皿ピカピカ、それにお片付けもバッチシ。さすがですな。お腹がいっぱいになったら子供園の中をちょびっと探検だ。わあ、いい天気。見て、かっこいい車がいっぱい。かわいいお家もある。中を開けると台所になってる。え、うん、サッカーボール、なんでここにあるんだろう。かくれんぼしてたんじゃない。じゃあ僕に見つかっちゃったね。うん、この音はもしかして、こんな近くで見られるんだ。毎日大好きな電車に会えるなんて最高。僕たちも通いたくなっちゃうね。そろそろ中に入ろうっと。うん、さあさあ見て見て、天井にてるてる坊主がたくさんいるよ。ほんとだ、カラフルでかわいい。今日いい天気だったのはこのてるてる坊主のおかげだったんだね。ありがとう、てるてる坊主さん。こっちにはダンゴムシもいるよ。みんな上手。綺麗な傘もあるから雨が降っても安心だね。電車のお絵かきもあるよ。次はバナナ駅、バナナ駅。線路の上をたくさん走ってるね。この電車はどこに行くのかな。きっとバナナ駅だよ。そんな駅はありません。おもちゃ
しょ。見て、僕の大好きなブロックがある。これなら雨の日に外で遊べなくてもいっぱい遊べるね。こっちは何のお部屋なの？机に椅子。もしかしてお勉強するんじゃない？僕お勉強やな。みんなと一緒にやれば楽しいよ。さんさん一緒にやろうね。もちろん。次は工作の時間だって。あ、さんさんの塗り絵だ。綺麗に塗れるかな。わ、みんな上手。仕掛けもバッチリだね。僕そっくりに作ってくれて嬉しいな。一日たくさん遊んだらもう帰る時間だね。やだやだ、僕まだ帰りたくない。みんなお歌上手。ほらくもりん、最後に一緒にお歌を歌おう。寂しいけど。わかった、もっとみんなのお歌聞きたい。みんな聞かせて。みんなのお歌聞きたいそうです。くもりんさんに聞かせてあげましょう。やったー、楽しみ。楽しい思い出がたくさんできたね。そうだ、次はバナナのお土産とかどう？そうだ、そんなバナナー。くーもりーん、みんなー、こまれたるぬー。さんさんとくーもりんでーす。今日はこれ。わーお、大きい口で虫歯だらけ。歯の工作で楽しく歯の磨き方を覚えましょう。レッツプレイ。ご飯の後は歯を磨きましょう。はーい。シャカ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 。ぐちゅぐちゅピーン。で、くもり早ー。次はこれで遊ぶんだもん。ほら、忙しい忙しい。くもり。あ、つくも。歯をちゃんと磨かないと、こんなことになるわよ。いやー。つくもの歯が。びっくりさせてごめんなさい。つくも。これは工作よ。そうなの？ティッシュ箱とトイレットペーパーの芯があれば作れるわ。ティッシュの空き箱の口の部分を一回り大きな四角の形に切り取るわ。トイレットペーパーの芯は半分に切って使うわよ。そしたら表に絵を描いて、あと端っこにピンクのテープもつけちゃいましょう。口の中に上と下で芯をはめていくわ。あとは周りに画用紙を貼ったり顔を貼り付けたら。え、僕だ。クモリンのもあるわよ。僕たちの歯が大変なことになってる。この工作はこれで終わりじゃないわ。歯ブラシだ。これは細く丸めた画用紙にギザギザに重ねて切った紙を貼り付けているの。早速歯磨きをしてサンサンたちの歯をきれいにしてあげましょう。歯に歯ブラシを当てて磨いてみてちょうだい。はいはい、こんな感じでしょ。激しすぎよ、全然綺麗になってないわ。僕はこうやってゆっくり磨くよ。あ、歯が真っ白になってる。そう、ゆっくり丁寧に磨けば白い歯になる仕組みになってるわ。逆に激しく歯ブラシを当てたら歯茎が傷ついたりしてしまうかもしれないわ。そうならないために歯ブラシは激しく動かさずに、歯ブラシの毛が歯にまっすぐ当たるようにして細かくゆっくり動かしましょう。歯茎と歯の間も優しく歯ブラシの脇の部分がまっすぐ当たるように、そして細かくゆっくり、ゆっくり細かく動かす。ほし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 。二人とも上出来よ。えへん、もう歯磨きマスターだもんね。うん。というわけで、あもも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 、クモリン、何してるのさ。歯の磨き方もわかったし、これならどんなにお菓子を食べてもまた磨けばいいじゃん。くーもーりん。そしたらくもりんの歯は汚れどころか虫歯だらけになっちゃうわよ。あー、なんかいっぱいついてる。でもまた歯磨きすればいいじゃん。もしもしもし、あり、もうこんなひどい虫歯になったら歯ブラシでも落ちないわ。そんな、ここまで来たら歯ブラシじゃなく歯医者さんの出番ね。
その道具は？歯医者さんで治療に使うドリルも作ってみたの。半分に切ったトイレットペーパーの芯と切ってない芯を用意して、こっちの短い芯は真ん中を切って帯状にするわ。こうやってギザギザに切ってドリルの先端の形にするわ。あとはテープで長い芯と合体。これなら歯ブラシでも取れない虫歯のところだ。おお、ドリルにくっついた。どういうこと？実はこの汚れの裏には磁石がついてて、このドリルの先端にも磁石をつけていたの。だから磁石同士近づけるとくっつく仕組みになっているのよ。さあ虫歯をやっつけましょう。うん、虫歯だらけなんて嫌だもん。みんなもグッドボタンで応援して、狙いを定めて。えい、僕もクモリンの歯を治療してあげる。僕はドドドーっと。いっぱい取れた。よし、あとここを取れば。虫歯のところは削れて取れたみたいね。まだまだ終わりじゃないよね。うん、あとは仕上げの歯磨きいっちゃうよ。歯ブラシの毛をまっすぐ当てて、ゆっくり細かくゴシ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 、こっちもゴシ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 、綺麗になった。よかった、僕の歯綺麗になって。あんなに虫歯だらけだったもんね。僕もちゃんと歯磨きする。えらいわクモリン。しっかり歯を磨いて明日いっぱいおやつのバナナを食べるんだ。みんな困ってる。サンサンとクモリンです。今日はこれ、僕たちそっくりなてるてる坊主を作ったよ。ふわふわで気持ちいい。これできっと晴れになるね。ジメジメ雨を吹き飛ばそう。レッツプレイ。ここ最近ずっと雨だよ。全然お外で遊べないね。そんな時はてるてる坊主でも作りましょう。つくも、すごい、このてるてる坊主つくもにそっくりだ。これ僕も作りたい。作り方教えて。わかったわ、じゃあ一緒に作ってみましょう。やった。僕たちそっくりのてるてる坊主を作る僕たちを応援してくれる子はグッドボタン。それじゃあ作っていくわよ。材料はこれね。紙、布、紐、紙。てるてる坊主の頭を作るのに必要なのよ。なるほど。頭の紙を丸めたら布でかぶせてちょうだい。布がなかったら色紙とかでも大丈夫よ。てるてる坊主になってきた。これを紐で縛ったら、このままじゃただのてるてる坊主だよ。ここから飾りをつけてそっくりにしていくのよ。けどちゃんとそっくりに作れるかな。大丈夫よ、そういう時はこれを見本にすればいいのよ。あー、僕たちの人形。確かにこれならそっくりに作れそう。それじゃあまずはクモリンからね。僕と言ったらこの立派な角だよね。黄色い布を三角に切って、黒い線をつけたらできた。僕の角。クモリンすごい、一人でできてる。へへん、クモリン天才です。で、あれ全然くっつかない。それは紙で使うのりね。布専用ののりがあるからそれを使うとくっつきやすいわよ。よし、そーっとそーっと。クモリン頑張れ。ちゃんとついたら乾くまでそっとしておくのよ。乾いたら残りの飾りもつけていきましょう。僕のお目目ちゃんちゃん、僕のほっぺちゃんちゃん、お鼻とお口をつけて。あ、そうだ、いいこと思いついちゃった。クモリンはいい感じね。サンサンも作ってみましょう。うん、僕と言ったらこのヒラヒラとお腹のチャンクだよね。まずはヒラヒラ作ろうっと。チョキチョキチョキンチョキチョキン、チョキンチョキチョキン。切れたらこれもノリでつけていきましょう。あれ、すぐ倒れちゃう。てるてる坊主の頭が丸いからここがまっすぐだとくっつきにくいのかもしれないわね。どうしたらいいんだろう。あー、ピコッとひらめいた。ここをちょっと丸く切ればいいんじゃない。サンサンナイスアイディア。確かに頭の形にぴったりになるわね。よし、どんどん切っていくぞ。
どんどんつける。けど、うん？サンさんどうしたの？せっかくのヒラヒラがピラピラしてるかも。確かにすぐ倒れちゃいそうだね。これを使うといいわよ。これってさっきの布だ。あまりの布をどうやって使うの？さっき切ったやつと重ねるのよ。なるほど、2枚にして分厚くするんだね。ピンポーン。そうしたらさっきよりもしっかりつくはずよ。わかった、やってみる。どんどん乗せていこう。ちょんちょんちょん、ちょちょんがちょん。うわー、サンサンっぽくなってきたね。乾いたら他のパーツもつけよう。目に、口に、ほっぺに。僕もいいこと思いついちゃった。二人ともいい感じね。それじゃお披露目会にしましょう。はい、じゃあまず僕から。僕はこんな感じ。うわー、サンサンそっくりじゃない。チャックもついてる。実はこのチャック開いちゃうんだよ。すごいすごいすごい。どうなってるの？チャックのところにポケットをつけたんだ。つくもに教えてもらったんだけどね。上手にできたわね。中には何が？お菓子に、おもちゃに、クッキーも入ってるよ。おへー、サンサンのチャック恐るべし。クモリーはどう？僕はね、これさっきと変わらないような。もうよく見てよ。あ、体がクモの形になってる。ピンポン。僕そっくりにするためにモクモクさせたの。いいアイディアね。それだけじゃないよ、これ見て。あ、バナナだ。僕の大好きなバナナをいろんなところにつけたんだ。すっごい、バナナの隠れ物。二人ともすごいのが作れたわね。つくもは何か作ったの？私はこれよ。ソーダ落ちさんも。私も二人がやってる間に作ってみたの。頭ちゃんと大きくなってる。髪をまん丸じゃなくて細長くしたのよ。お鼻もついててかわいい。みんなそっくりに作れたわね。これなら雨もすぐやんじゃうね。みんな困ってる。がくっつく板なの。そしてこのグネッとしたものがマグネットバンドっていう元は長い磁石なの。初めて見た。この2つは100円ショップで買うことができるわ。この2つの材料を組み合わせて簡単にコロコロスライダーを作れるわ。わーい、僕たちも作ってみたーい。一緒にやってみましょう。みんなもグッドボタンで応援してね。まずはどんなコースを作りたいかしら、試しながらイメージしてみましょう。ちなみにホワイトボードは専用のペンで絵も描けるわ。絵と組み合わせるのもいいわよ。僕はどうしようかな。この磁石の丸み、何かひらめいたのね。このバナナにぴったり。なんでそれ。だから、こんなバナナコースなんてできちゃうんじゃない。クモリン
は本当にバナナが好きね。僕も自分の顔をどーんと変えてみよう。でもこの後どうしよう。何ができるかな。これをこうしたらこうなって、そうだ、こんな体の中をコースにしちゃおう。面白そうね。イメージが決まったら早速作ってみましょう。ホワイトボードも大きいものもあるわよ。僕はこれ。僕は大きいのがいいな。まずは磁石をパッチンパッチンで、なんか長いような。この磁石は柔らかいからこうやって好きな長さにできるわ。うん、いい感じ。僕は先に絵を描いてみよう。体の中も細かくっと、色も忘れずに。まずもお絵かき。そうだ、ここには罠も仕掛けちゃおう。いい感じじゃない。口から入ってこんな感じに。ここは僕の腸の中。みんなできたかしら。できた。二人とも上手ね。ねえ、早くコロコロしよう。あ、そうね。まずは僕から。ドキドキバナナゲーム。ビー玉をどっちかに転がして僕の口の中に運べたらクリア。でもノイズの口に入っちゃったらアウト。いいね、やろうやろう。まずはこっちから。焦っちゃダメよ。よし、今度はこっち。やったー、やるじゃん。私はいっぱい流すわ。あー、壊した。大丈夫、またくっつけて元通りよ。えい、あー、ノイズに食べられた。夢中になっちゃうわね。はいはーい、今度は僕の番。改めて見るとすんごく大きい。僕の体の中をそのままスライダーにしたのさ。ビー玉をお薬に見立ててバイキンがいるこことここにどんどんお薬を運ぶのさ。はい、僕に任せなさい。いけー。あー、お薬が閉じ込められた。そんな簡単じゃないよ。次は私の番よ。えい、まあ、やったわ。さすが、どんどん運んで。僕はジャラーッと流す作戦。ポイポイポイ。で、変なところに詰まっちゃってる。焦っちゃダメよ、くもり。私は丁寧にゆっくりやるわ。二人ともまだまだですな。遊んで気づいたけど、ポーズをこうやってずらすだけでも難しさが変わってくるね。ゴールに入りやすくなった。いろんな工夫が楽しめる工作ね。ねえ、この僕の口の中に入った分だけバナナがもらえるゲームしようよ。みんな困ってる。サオさんとクモリンゲーム。今日はこれ。僕たちロボットになってる。縦にも横にも伸びる地下茎だよ。手をつなげて絵を描けば簡単に地下茎が作れるんだ。みんなもやってみよう。レッツプレイ。街の平和を守る正義のロボット、参上。ロボットパンチキック。あー、僕も強いロボットになってみたーい。変形もしちゃったりして。二人ともつくもー。見て見て、ロボット描いたんだ。あら、素敵ね。でも実は私もつくもー。驚かせてごめんなさい。これは仕掛けなの。びっくりした。でもロボットに変身できちゃうなんてすごい。前に顔が変わるびっくり絵を作ったでしょ。あの仕掛けをいっぱいつなげて作ったのよ。この仕掛けで僕たちもロボットに変身するぞ。応援してくれる子はグッドボタン。早速作ってみましょう。材料は紙とテープ、マジックとクレヨンよ。作る前に設計図だ。どんなロボットになろうかな。目はこんな感じで、
つもロボみたいに羽もつけちゃって。僕は目と口がバナナで、腕はビヨーンと長い。作りたいものが決まったみたいね。そしたらまずはこの紙を四つ折りにして、ハサミで線に沿って切っていくわよ。そしたら1枚取ってこうやって三つ折りにしていくわ。こんな感じかな。折った時にはみ出た紙の部分は切って長さを揃えましょう。それを4つ作るわ。全部組み合わせていくわよ。こうやって4つ置いて裏からテープで留めて合体させるわ。横にも縦にもビューン。そしたら一度全部畳んで表に好きな絵を描いてちょうだい。縦に描いても横に描いても OK よ。僕は横、僕は縦。表に絵を描けたら広げてみてちょうだい。僕バラバラになっちゃった。このできた空間を絵でつなげていくの。よし、さっきの絵を見ながら体はこんな感じかな。腕を描いて、目と口を描いて、なんかもっとロボットっぽくならないかな。なんか違う。ロボットっぽくするなら四角や三角を増やしたり、右と左で同じように模様や線を描くといいわよ。なるほど、なるほど。おお、どんどんロボットになってきた。いいよ、バッチリじゃない。そしたら仕上げにクレヨンで色を塗ってみましょう。ここは僕の色で。ここはこの色かな。ワクワク。つくまー、できたのね。さあどんなロボットに変身するか見せてちょうだい。はいはいはい。じゃあ僕から、クモリンロボット携帯チューン、ジャキーン、名付けてクモリンハイパースペシャルバーナストロング最強ロボ。名前なか。目と口がバナナなんて考えたわね。なんかバナナいっぱい詰まってるし。バナナはエネルギーで動いているのさ。パンチパンチ。クモリンらしいロボットね。よし、次は僕だ。この時が来た。サンサンロボット携帯チャキーン、チューン、名付けてサンサンシャイニングロボ。すごい、サンサンのお腹は羽になるのね。これでどこでもビューンと飛んでっちゃうよ。ねえねえ、ロボットもっと作りたい。仲間も欲しいね。そうだ、いいこと思いついちゃった。乗り物もロボットみたいになるんじゃない。どんな乗り物が変形するのかしら。みんなわかる？これはパトカーからの変形、ジャスティン、ガッシャン、イデオ、パトカーロボ。かっこいい。悪者をすぐ捕まえられそうね。見て見て、僕も作ったよ。ドクターイエローだ。からの変形、ドクターイエローロボ。みんなかっこよくできたわね。なんだかんだ僕のロボが一番でしょ。どれも素敵よって、これは何？僕こんなの作ったっけ？何のロボットなんだろう？これってまさか。そうだおじさん。そうだ。そんなことない。今日のお絵かき。